爆粒子とは、まぶたにある、埋膀無線やまつげの根元の視線の急性可能性、炎症。主に黄色ブドウ球菌の感染を原因とし、まぶたの裏側などが腫れて痛む病気。俗称はモノもらい、メバチコなど。埋膀無線にできるものを内爆粒子、まつげの根元にできるものを外爆粒子という。多くは1から3週間で自然治癒する。幹部は潰さず。 一般に布を湯に浸した温湿布を当て毎日3から4回、毎回10から15分を行う。可能による、まぶたの炎症による痛みやかゆみを伴うが、失明などの重篤な症状につながることは、ほとんどなく、予後も比較的良好である。そのまま安静にしておいても、自然に治癒する場合があるが、可能が悪化した場合には、石灰による脳の排出を必要とする場合があるので、 腫れがひどく収まらないような場合には眼科を受診することが勧められる。物もらいなどの名前から伝染病のような印象を受けるが他者に伝播する危険性は低い。しかし、細菌感染であるため何らかの理由で細菌が目に入った場合には感染する可能性はある。獣医学領域では老犬や馬に認められる。米国皮膚科学会によれば1から3週間で 自然治癒する。清潔に保ち触れたり吸ったりせず、目の周辺の化粧やコンタクトレンズを避け、感染が拡大しないよう潰さないこと。医師の診断が必要となるのは、痛みや腫れの悪化、病変が増えたとか、発熱したり視力に影響がある場合となる。幹部が自然に破れるまで待つこと。まぶたをベビーシャンプーのような低刺激の石鹸で洗う。 目にエリスロマイシンを1日2回使うことがあるが、使用による利益を示す、確かな証拠はない。米国皮膚科学会によれば、自宅療養は布を温水に浸した、温シップをする、病変部に当て、海が出てくるまで、毎日3から4回これを行う。痛みには、アセトアミノフェンやイブプルフェンが使える。破裂時に皮膚に感染した場合、抗生物質を服用したり、 抗生物質の軟膏を使うことがある。長引くものは医師が切開することもある。そうした懸念がなく、感染性でない炎症であれば抗生物質は不要である。抗生物質にはエリスロマイシン、クロラムフェニコール、アモキシシリンなどが使われる。結膜炎などにも使われるモキシフロキサシンが使われることもある。 処方箋がいらない薬としては、バシトラシンバシトラシンジンクが使われる。日本語での呼び名には、モノモライ、メバチコ、メボ、メツパ、メコジキ、メンボウ、メボイトなど地方によって様々な形が存在する。稀な用例としてはバカ、犬のクソ、お姫さんなどもある。モノモライやメコジキの呼び名は、かつての日本に他人からものを恵んでもらうと、 この病気が治癒するという迷信が存在したことに由来する。メバチコはこの病気の患者が目をパチパチさせるように由来するのではないかと推測されている。ロート製薬が2004年に全国調査を行っており、集計結果をウェブサイトで公表している。ありがとうございます。